彼氏は嫌だ。お別れした後必ず UFO がやってきて連れ去っちゃう。こんな彼氏は嫌だ。筋肉自慢が行き過ぎて筋肉が見えるように自分の皮剥いじゃう。こんな彼氏は嫌だ。ワイルドなんだけどなんか違う。こんな彼氏は嫌だ。推しが強い人好きだから付き合ったけどその推しじゃない。こんな彼氏は嫌だ。機械に詳しいから好きになったけどそもそも彼氏が機械だった。こんな彼氏は嫌だ。ワイルドなんだけどなんか違う。こんな彼氏は嫌だ。僕は死にません、あなたが好きだからって本当に死なないと思ったらゾンビだった。こんな彼氏は嫌だ。一緒にいるとすぐ事件に巻き込まれて探偵気取って犯人はこの中にいますって必ず言うからいつも容疑者の一人にされちゃう。こんな彼氏は嫌だ。ワイルドなんだけどなんか違う。こんな彼氏は嫌だ。こんな彼氏は嫌だ。こんな彼氏は嫌だ。ネバネバ TV を見てくれてありがとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。